太陽光のエネルギーでどこまでも走ることのできる車を作りたいと思っています。化石燃料に依存しない車、燃料や電力のインフラが十分でないところでも走ることのできる車、そんな夢のような車が技術の進化によって現実に近づきつつあります。新エネルギー産業技術総合開発機構NEDOは太陽光発電システム搭載自動車の調査検討を進めてきました。海外の専門家とも多くの議論を積み重ねてきました。そしてこの度国際エネルギー機関太陽光発電システム研究協力プログラム IEA-PVPS、 これは太陽光発電の役割を促進する国際協力プログラムですが、この PVPS の執行委員会において新たなタスク活動タスク17 PV& トランスポートを提案しました。執行委員会の承認を経て2018年10月からタスク17の具体的活動がスタートしました。タスク17ではモビリティ領域の太陽光発電の活用を目指して太陽光発電システム搭載自動車などの技術を実現性を評価検討していきます。オーストラリア、中国、ドイツ、オランダ、日本から専門家が参加し、さらに多くの国が関心を持って参加に向けた準備を進めております。太陽電池の最近の技術革新には目を見張るものがあります。変換効率の向上と軽量化によって車の動力源として期待されつつあります。太陽電池は夜間や雨の日には発電できませんが、高性能のバッテリーに充電することによってさまざまな条件で利用することが可能となります。課題もあります。車に搭載された太陽電池が低地と同じように発電することができるのかどうか、発電システムの価格を大幅に下げることができるのかどうか、あるいはこの技術が社会に役立つものなのかどうか、社会に受け入れられる技術になっていくのだろうか、このような課題を解決するためにさまざまな領域の人たちと協力しながら進めていきたい。将来へ向けたビジョン、それからそのビジョンを実現するイノベーション、そして国際的な連携によって太陽光発電システム搭載自動車の実現に貢献できればと考えています。